どうもこんにちは、花尾です。どうも、橋本です。起きてるところまで始まってるよ。もう一回出して、もう一回出して。どうも、橋本花尾です。どうも、橋本です。ひろまるです。おびんです。どうも、あがです。ひろまるです。ひろまるです。はい。で、でなんよ。その企画来たよ、俺は。そう、企画の説明の仕方はまだね、まあ、練習してなかった、今回。一番歌うやん。一番 YouTube 歴長いよ。というわけで、今回やりたい企画は、はい、原材料使用禁止、加工食品だけでカレー作り選手権。カレーか。済んだ役割終わった。僕だってカレー作りますっていう一言で今日来たのに。一応言って。あなたたちは今日カレーを作る。今回はカレーを作ってもらうんですけども、はい、ただその普通に人参、じゃがいも、玉ねぎを買うんじゃなくて、すでに加工された食品の中から玉ねぎを抽出して玉ねぎを作ってください。そう、大変や。その加工食品ってどこまでが加工食品ですか？はい、例えばオニオンスープの粉末から頑張って玉ねぎを再構築する。じゃあ例えばさ、そのコンビニとかに売ってるオムライスとかあるやんか、うん、あれパーテラってめくって、その中が玉ねぎ抽出する。これあり？それなしです。あ、これなし。今肉じゃが使おうと思ったのに。あ、これあ、それがなしってことね。今回のチームは、はい、花尾チームと、はい、電気のチーム。ちょっと待って、なんでそのチームになったの？チーム俺と我がは、ま、犬と猫が好き。チーム俺と我が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 。グリとグラみたいな。あなた料理したことある？ありますよ。あるんや。その質問やばい。包丁持ったことあるよね。刺したことある。あります。え、包丁で効果つことある？このフェーズもありました。フェーズもありました。というわけで、プレゲットバスボーリーズバーモンドカレー、俺と我がチームでーす。はい、じゃあまず先に段取りその1、まず泡起こしでね、飯を戻しておきます。はい、そうですね。じゃあ粉を抜いていこう。ステップ 2、カレー線をね、表面のカレー粉を、削ってね、お皿に溜めていきます。え、ちょっと待って、結構びっちりついてる。地道な作業していくよ。なんかさ、おい、割れたらいい感じに削れたっていう頃合いなんですよね。確かに。みんな疲れてるよ、もう。みんな疲れてるよ、もう今日。あ、どうなりました？わお。ナイスライス。あ、わあ。米。すげえ。じゃあ僕これ砕いていいですか？確かに、クラッツいこう。うわー、いい匂い。ボロ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 とカレーの粉が絡みついた。ぐるるカレーのルーがルールール。アジア感すごいな、ここの。ASN 全く気にしないアジア特有の屋台屋さん。うまい？そうなんですよ。おお。ダッシュ。ちゃんとダッシュ。ダッシュダッシュ。なんか希望見えてないこれ、さては。希望法ですねこれ。タコスタガマ。あのさ、カレー線あと一袋あります。カレー線だけに俺カレー線で行こうかな。確かに。俺が確かにしか言わへんくなったら結構疲れてるってことやから。ちなみに確かに。もうね、結構今日でもいろいろあったんですよ。ヒカルさんとの、ね、ヒカルさんとのコラボがあって、で結構これ買い出しても時間かかったんでね。もうなかれこれ5時間ぐらいですか。まあでもその疲れをね、どう乗り切るかなんですよ。確かに。危ねえ、言いかけた。言いかけたってお前。人工知能の方ができるって会話。そうですね。帰った。帰った。
返事返った。はい、ということで、我々チープヤレンズなんですけど、今回キーマカレーを目指してるんで。そう、我々そうキーマカレー目指してるよね。あのね、まずルーなんですけど、ルーはカツオのたたき、これでまずだし取ります。カレーちょっとだけね、あのカレーのルーの裏見たら本だしって書いてあるね。うーん、ということで、これってカレーって普通水、カレーは水使っちゃダメなんじゃないですか。水使っちゃダメなの。いけるか。水使っていいんちゃう。これで出汁出るのか問題だけちょっとここだけ聞きたいな。でも叩かれてますもんね。うん、これうん、これ黒丸さん、何してるの。これ皮むいてます。何がしたいんですか今。いや、これあのウィンナーからひき肉を作りたいなと思って。でもぽくないですか。見て、ピロマさん、ちょっとあのあかん、あかんわ、ちょっとなんか何してんの、ちょっとほんま。なあ、これカレーに見えるよこれ、まあ、現状。あ、見える。はい、出しとりました。てきょさん何してるんですか。ふりかけの中からカレー粉だけを抽出してる。気持ち悪い。楽しいですか。びっくりするぐらい楽しくない。これどうにかならんのかな。いきます。おー、めっちゃすごい、めっちゃすごい。ほら、おいけてる、いけてる、ほら見て。いや、すごい。ふりかけをこした初めての男。え、カレーっぽいんだが。いや、お前、あなたの感覚もバグってるけど、これ見てカレーっぽいって言ってるあなたやばいよ。いや、もうほぼカレーですよ、これ。カレーの素とスパイスができました。はい、はい、じゃあこれをね、混ぜましょう。せーの、ドン。え、でも結構ぽいぞ、これ。ぽいぽいぽい。うわ、とろみついてるし、ほんで。え、よくね。うわー、うわー、すごい。うわー、すごい、すごい、すごい。めっちゃカレーやん、カレーやん、カレーやん、完全に。しかもこのせんべいがいい感じガンガン張るやん、張る。うわ、でもすごい、アジア感すごいな、これ。なんか、2人触りたー。あー、やっぱ、タンタン、あれ、来たもの見て、タク、エタポルテ。タク、絶対今絶対やじゃじゃ。盛り付け、はい、触りかー、ネチネチの盛り。少ない。このさ、このビニールのこの皿にこの雰囲気、マジでアジア。確かにマジでアジア。やめて。ここからちょっと分担作業で、我がはカレーで、俺はジャガイモを作っていきたいと思います。まずポテトフライを入れます。バケバケにします。おいおい。あ、でももうさ、ほらジャガイモになった。確かに。このリアクションである。じゃあ僕はちょっと謎の2回目の設置。この下手くそな2回目の設置やばい、これ。編集の無駄遣いです。はい、というわけでじゃがいもできました。きったね、カレー。カレーきったな。きたくないでしょ。はい、きたくないですよ。じゃあ僕肉作っていきます。チューン出します。にえ、あ、にえ、うえ、はい、チュールにひよってるやついる。チュール舐めとったらあかんねん、お前もほんまに。チュールはひよってかかるぐらいがちょうどええんや。形が大事、何より。待て待て待て、全然固まらへんやん、これ。うまうま。じゃあ、人参、やります。おおおお、すごい。人参の主張てか、めちゃくちゃ固まるやん、人参急に。いくよ、いくよ。うわ、カレーや。え、いけー。うわ、カレーや、カレー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 。え、カレーや、カレー。すごい、すごい、すごい、すごい。え、マジすごくない、ほんまにカレー。え、食べてみてください。ほわほわ、いただきます。人参。何笑ってんすか。噛む。
ゃん。畑から集まった25種類の豚肉のひき肉。はい、できました。できました、ひき肉。ひき肉できました、はい。なんで入れちゃうん。え、まあいいよ。違いました。いいよ。いいけど、そこでフライドオニオンを水に浸そうと思ってまあええよ、俺らやっぱ息は合うてないわ。息は合うてない。じゃあちょっと今からこのフライドオニオンを玉ねぎに戻す作業をね、これ結構大事なシーンなんですよ、我々のチームにとって。玉ねぎを再現するのやり方、まあ量もこれぐらいで。いや、やりすぎ。じゃあこれに水入れます。うそやん、お湯じゃない、なんか普通に考えて。確かに。いや、わからん。じゃあ、だったらそこ入れたら、あ、確かにあれかもしれんな。キーマカレーの気持ち悪い。え、これ朝5時の渋谷っすか、もしかして。食べてみ。はい。あ、カレーや。え、めっちゃカレーですよ、これ。ん、ヨーグルト入れたらいいね。あ、そうしましょう。じゃちょっと入れてみ、ちょっとヨーグルト。はい。いや、でも私の脳内でカレーと同じ食感のものは何かって検索かけたときに真っ先にヨーグルトが思い浮かんだんですよ。マジで。だから多分正解ですか。なるほど。これだって 見せられないようじゃない、これ正直。いや、見せられないようやで、これ。結構ヨーグルト味あるんですよね、カレーって。なるほどね。あの食感が入れすぎちゃう。マジでそんな入れる。一回それ混ぜてみ。あ、でもカレーっぽい、カレーっぽい。お父さん何してるんですか？お米を作ってる。でもこの地域のお米は、最初はこんな形なの。なるほど。それをお米の形にしてあげる必要があるんだ。こうやって。え、でもこれ結構甘えてません？え？甘えてませんよ。ダメだよ、あんまり言っちゃいけないこと言っちゃう。うん。ね、ラストはね、このお米、お米用のね、お米です、これお米です。お米。パンがジャブジャブ、パンジャブ地方って言いながら言うとね、あの、いい感じになります。定期的に疲れるやめてもらっていいですか。いやー、今回我々が、やってのけたことはですね、食事会のノーベル賞に匹敵する、それぐらいのことなので、それでは完成しました。ぬちゃって言いましたよ。完成しました。疲れました。言っとくけど結構大変やってて、いろいろあったからね。まあ、ではですね、じゃ審査員の方にはですね、はい、試食してもらうんですけども、採点項目は1カレーっぽさ、2味、3見た目、4程よい辛さ、5スパイス、6メンタルとなっております。メンタルはその食べてる時は僕らのメンタルです。そうそう、メンタルです。でも、あの、じゃあちょっとだけ紹介すると、はい、今回スンがこれやる前に、はい、キーマカレーがいいって言ったでしょ。グリーンカレー、ノエリンか、はい、キーマカレーです今回。おお、ちょっとメンタル上がりました今。おいおい、そこで。いや、もう完璧にキーマカレーです。ほら、キーマカレーの定義教えて。いや、分からへん、あの、ひき肉。分からへん。はい、それでは、はい、チームペアレンツのカレーはこちらです。わー、あ、OK、結構っぽいな。おお、けど思ったより加工率高い。まあ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 、下なの、下。これ何これ。え、ご飯、なんかご飯です。なんだなんだ、香り。え、なんか味噌汁。そう、なんか、なんか、いや味噌汁。なんかね、マヨネーズの匂いする、これ。うん、メンタルはちょっと下がった。うわ、これ全然カレーの匂いする、怖っ。いや、お前メインクック誰ですか、これ。メインクック、まあ、2人かな。2人とも関与してた。ほえー、関与してた。犯罪みたいな。犯罪関与。どっちも主犯みたいな。どっちも主犯。どちらかといったら広間の主犯か。あー、生まれた。広間さん、生まれましたよ。生まれましたよ。見た目はいいけどな。食べれてる。
でもカレーっぽい気はする。なんかでも死ぬほどしょっぱい。うん、なんか辛いか、塩辛い。うん、うん、どういう、まあまあ辛さに関してはほどいいです。なんかまあちょっと塩辛いっていうのは読めてなかったところ。誰のせいですか。まあピノマルさんです。何入れた。ちょっと一旦じゃあ感想欲しいな、その。まあまあなんか、うん、カレーあるよみたいな。あるよカレー。あの、ないこともない。やっぱなんかでも何言ってんのこれ。何今、うん、うーカレーみたいな。うーんカレー。あのでも忘れちゃいけないのは原材料使ってない。いやそうですよ。だからあんまりこれ単体で評価くださいよくないですよ。やっぱこれよりどうかって話だ。そうや、そうや、向こうもこの縛りの、この縛りのもと気づかない。行きましょうか。我々一旦チンします。ちょっと行きます。はい、我々のカレーはこちらです。はい、せーの。米何、米何、おお、うん、米何、なんでそんななんか微妙な反応なの。何100点やろ。見た目は完璧やろ。そのなんか人参もドンキで殴られとるよ。その人参。まあ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 食ってみろよお前。飛ぶぞ。飛ぶぞこれ。意識が、うわー、なんかご飯なんかペチャペチャ。そう、そこの話見栄えが悪いねんなマジで。いただきます。上うっ。いやまあまあ、そうじゃん、ぬちゃってしたなんでやる。いや絶対買ったやんこれ。これ絶対買ったやん。いやいやいや、今回は味じゃねえ、カレーやで。今回カレーを作れっていうお題やから。でもそう、食感これ、こっちは本当にひどい。こっちはね、お前褒め出してダメね。こっちはまだ分からんから。あーまあでもね、すごく確かにカレーの部分は結構カレーでしょ。カレーっつうか、あ、じゃあダメだ。林ライス、林ライス、じゃあダメだ。いやお前のじゃあマヨネーズよりマシやろ。そう、こっちか。うわ、なんか新しい。人参、人参、それ人参、人参、これ完全人参やで、これ人参。うん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 、うーん、それかな。まずこれはまずい。え、人参、え、粘土。そんでワクワク、そんでワクワク。油粘土食った時こんな味する。試着したけどうまかったって。これ肉も食べよう。確かに肉もそうっす。肉も焦げてるやつ。肉はでも悪くない気がすんねんな、まだ。でもこれもなんか粘土壊したみたいな味なんじゃん。それはお前の味覚がバグってだけやろ。でも具の美味しさ順で言うと、うん、お肉、じゃがいも、人参ですかね。おお、お肉うまい。マジか。お、お肉、あの、まあ、食べられる。そう、あの、いや私も食べてみたいです、そっちのやつ。でも、まあ、味わいたいんだったら、ね、全部あれ全然ありなままは俺は受け入れてほしい。皆さんもゲットもなってやから美味しいでしょ。いや、うん、美味しい。違うんだよな。え、めっちゃカレー、めっちゃカレーです。じゃあほんま無理や俺。はい、ということでカレーのような何か作成選手権、チームペアランツ得点39点、チーム俺と和田28点。はい、まあ、というわけでね、テンション低い。メンタル低い。もうこの企画はもうね、はい、二度とやりません。